急にボス戦じゃん。こんなんもう急すぎるって。今撃って倒した方がいいんじゃない。よし、やっと削った。もう一人でやらせるゲームじゃないってこのゲーム。ほんまに、もうティア1の武器持ってきたのに。いやー、もうモダンオフや3もシーズン4か。まあなあ、DMZ はここら辺からアップデート少なくなったし、 MWZ は増えてるといいな。はんはんはん、新しいマップ、そうそうね。なんかいろいろ追加されて日本マップとかもね、増えたらしいから。いや、いいよね。ゾンビモードの情報はどこかなと。で、キルストリークと、あったあった。ゾンビモード概要 MWZ ね。追加要素、どんな感じになるのかな。新ボス、どういうキャラなんだろう。不安定な裂け目。ほほほほ。新しい種類の裂け目が増えるのか。なるほどね。時間が鍵になる。なんか、新しい種類なんだろうな。裂け目とはまた別のやつなんだろうね。面白そうだな。あれ？あれ？あれ？終わった。え？これだけ？これは、現実？What's going on? どうも、生き残り系ゲーム大好き、神優と申します。よろしくお願いします。今回は、MWZ の、まあ、話というか、ま、ね、冒頭茶番をね、皆さんにお見せしましたけれども、まあ、予想通りというか、まあ、マジか。マジか。はい、ということで、COD のね、モダンオフェア3はね、もうここら辺で終了となるみたいです。一応ですね、こちらの画像をご覧ください。ツイッターでは、次のね、シーズン5のリローデッド、中間アップデで追加されるのが最後のストーリーになるらしくて、もうね、正直ね、僕、もう全然アップデのやる気なさすぎるんで、もう僕もね、正直、まあ、ぶっちゃけ飽きちゃってですね、多分僕と同じ人多いと思う。今回はね、ちょっとシーズン4のね、リローデッドのミッションまだ終わってないので、ちょっとね、それを進めつつ、まあ、ちょっとね、振り返りやっていきましょうかということでね、よろしくお願いいたします。それじゃあ早速ゲーム画面やっていきましょう。レッツゴー！ということで、いや、めっちゃ久しぶり！フルジクさん、やってきました。どう思うということで、まあ、さ、ぶっちゃけた話さ、もうマジで多分追加コンテンツは見込めないです。はい。先に言っときます。マジで、もう出だしでね、もう完全にさ、もう早々なんですけれども、まあもう MWZ コンテンツ来ません。はい。はい、終わりでーす。こらえもこらえなんで、正直ね、まあもうほとんどのコンテンツがもう終わりっていう感じかな。まあ MWZ、まあ正直ね、初動は結構面白そうなゲームだっていう風な感じでね、注目が集まりましたけれども、まあ蓋を開けてみれば、まあ DMZ と同じ道をたどりました。多分ね、ちょっとね、COD とりあえずダッシュシューター作んない方がいいかもしれん。わからないけど。ねえ、なんかバトラーブームもさ、僕前回動画ね、こんな感じでゾンビとバトラーについて裏の話みたいなね、動画出したと思うんですけど、それと一緒で、まあ、結構、コールオブデューティーって流行に乗り遅れるタイプなんですよ。まあ、一番最初はね、先駆者でしたよ。6対6の爆破ゲームとかね。まあ、チーデスとかでね。もう先駆者の FPS だったけど、まあ、最近はちょっとね、おじいちゃん化してしまって、まあ、やっぱり会社もでかいから、流行最先端に爆速で乗るっていうのができなくなってきちゃってね。途中でね、頓挫しちゃう、そう、要素とか多分いっぱいあると思うんですよ。僕らが見てないだけで。まあ、っていう感じでね。まあっていう話を前回の動画で話したんで、はしょっていくんですけど。まあなので、まあ MWZ もね、無事そちらに行きました。天国に行かれました。まあおそらく MWZ は作んないでしょう、運営は。アウトブレイクはまだわかんないけどね、どうなんだろう。まあ少なくともね、作られないと思います。MWZ は。DMZ はどうだろうね、わかんないけどね。DMZ はまだね、力込めてた感はあったんですけどね。まあそれでもなんか今のところやる気なさそうだし、なんか何とも言えないなっていうのが正直なところでございます。で、さっき言ったその不安定な裂け目なんですけど、あれがね、いわゆる、この、スケマティック略図ですね。が、リセットされるらしいです。
略図リセットされるっていう、あの、なんか追加要素を持った、あの、裂け目らしくて、なんかクリアすると、使ってたさ、こういうね、あの、エーテルツールとか、生成する略図あるじゃないですか。あれが、なんかクールタイム全部リセットされるらしい。で、1日とかさ、2日とかさ、めちゃくちゃエグい日数待たされてたと思うんですけど、まあ、それがね、クリアすればリセットされるということで、まあもうなんかね、差収するゲームがさ、最後に大盤振る舞いで、なんかガチャ無料券配りまくりますみたいな。それっすね、正直。それが始まりました。ということで、今までありがとうございましたということで、まあちょっともう、やることもないんで、はい、ないんで正直。行きましょう、融合。なんで、シーズン4リローデッドにはストーリーありません。ストーリーなしで、シーズン5のリローデッドに一応リーク情報ではストーリーがついてて、新ボス、最後のボスが追加されるんじゃないかというところになってます。まあ大体そんな感じでしょうね。なんか僕はそのままかなと思ってます。もうリーク情報だから、そんなことないし他もあるんじゃないって期待はね、心の隅でしときますが、もう多分ないです。ということで皆さんね、MWZ はいかがでしたでしょうか?皆さんのね、MWZ に対しての思い出話でもね、どうぞ、コメント欄に。残しておいてください。まあ、僕はね、まあ、ぶっちゃけ MWZ は DMZ よりかは、まあ、ハマらなかったです。まあ、てか、コンテンツがね、なくなるのがまず早すぎた。マジで爆速でコンテンツなくなったんで、それも含めてね、ちょっとハマる時間がなさすぎたっていうのが、本音のところですね。まあ、コンテンツ正直乏しいですね。まあ、あくまでも、マジで、おまけモードって感じだったかな。ね、そんな感じしますね。はい、ということでね、まあ、もうみんな知ってると思うけど。これは、僕はね、ちょっと遅れてやってますと。よろしくお願いします。この DNA は一体何なんだろうね、にしても。一応ね、なんか謎のイースターエッグの発見報告とかもあって、まあ、もしかしたらちょっとね、シーズン5とかでメインストーリー以外の要素を追加されるかも。知れないみたいな情報はあります。で、まあ、まあ、とはいえね、BO6 来るんで、まあ、BO6 ね、ゾンビ好きの、もう古典的な昔のゾンビが好きな人はね、嬉しいであろうね、ラウンド制のゾンビが来るらしいので、まあ、それまでね、待っていきましょうっていう感じですね。なんかいっぱい来たぞ。あれを壊すわけね。はいはいはい。そして、で、なんで、まあ、BO6、昔ながらのゾンビなんで、神湯 COD の動画どうするのかなっていう話なんですけど、まあ、ゾンビはね、正直、なんか、MWZ っぽい、ゾンビだったら、全然ありよりのありなんですけど、ちょっとそうじゃないゾンビは、ちょっと動画出すか悩み中でございます。古典的なゾンビってやっぱり繰り返して、高み登ってくのが楽しいんで、なんか正直ね、なんか攻略方法を解説っていうのもあんまなかったりするんですよね。なんでね、ちょっと、ま、あんまり予定しないです、正直。まあ、やるかもしれんし、やらんかもしれんぐらいの、はい、ゾンビモードは、正直そんな感じの肌感で、いていただければなと思います。なんで、ウォーゾーンか、もしくは、そのウォーゾーンに付随する、ちょっとなんか MWZ っぽいとか、DMZ っぽいモードを、まあ、実況とかしようかなと思ってます。まあ、あとは設定だったりとか、武器のね、まあ、情報だったりとか、いいの見つけ次第動画にするっていう感じかな。まあ、その他ね、いろいろ他のゲームは僕は引き続きやりますけれども、まあ、とはいえ、僕、COD で生まれ育った COD キッズなんで、なんでね、まあ、そこら辺はね、忘れずにね、戦っていきたいと思ってます。あともう一個全然見てなかったわ。こっちの方やろ、多分。知らんけど。あったあったあった。で、クリスタル壊すと。マングラーの数、えぐないこれ。えぐいて。まあ、言うてね、ティア2ゾンビなんで、そんなに強くないけども。ジップライン、エグかったって今。どうしたどうした?マジでどうした?ああ、普通に使い始めたわ。三人称してるのとちょっとおもろいね。さあ、もう一つ、もう、ここと、ここと、こっちか。で、ここね。N と、OK、あとクリスタル壊すだけ。はい、クリア。めちゃくちゃ今んとこいいですよ。興味イージーすぎてやばい。急にボス戦じゃん。こんなんもう。急すぎるって。今撃って倒した方がいいんじゃない?ああああああ。ほーら。やっぱジャンセンあっち側だったんすよ。倒さなきゃ。でもこれさ、どうせ倒すボスはあれっしょ?今までの普通の、なんかモンスターでしょ?
マングラーとか倒させられるんだよね、多分これね。あ、なんか、一応限定アスレチックみたいなのあるんだ。まあまあまあ、これはいいね。楽しいね。限定アスレ楽しみましょうか。え、でもどこから行くんだ、これ。反対、あ、これか。ここから行くわ。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。オッケーオッケー。いいね、いいね。楽しいね。限定アスレは。まあ、アスレって言うほどじゃないか。言うてね。さあ、ゾンビおなじみの付近キル。今回は結構だいぶイージーだね。なんか属性うんぬんとか、なんかさせられないね、今んとこ。まあね、次回作の BO6 はね、まあおもろいマップが来るとはいいなぁとは思ってますね。まあ謎解きうんぬんもいいけど、賞味ちょっとやっぱり、この謎解き大好きな人もいると思うんで、それも残してほしいけど、正直それ以外で楽しめる、その要素、余白っていうのを作ってあげた方が、まあやっぱりね、流行るんじゃないかなと思いますね。アウトブレイクはまさにそうだったじゃないですか。新しい、新時代の、まあ、COD ゾンビ、みたいな感じで、割とそんなに悪くない、受け入れられてたイメージあったんですけど、まあ、ああいうね、いい落としどころを見つけてほしいですね。まあ今回次は普通にラウンド制らしいから、まあなんとも言えないけど、まあね、ちょっと僕はね、マルチも、まあ、ちょっと BO 作品ってのが嬉しい。久々の BO 作品をね、楽しんでいければなとは思ってます。ね、こいつ倒せば帰れるらしいんで。なんかあれやんな。全モンスターがいるわけだ、これ。全ボスがいて、こいつら全員倒しましょうよ、よと。なんかクライマックスに近づいてますかも半端ないな。チアノマングラって。壊し屋か壊し屋のマングラ的なブイブイ言わせてますアピールかな。あ、どこだ、倒し屋。全然遠いとこ行ってる。お出かけしてるって。よし、やっと削った。お、一人でやらせるゲームじゃないって、このゲーム。ほんまに。もう、ティアワンの武器持ってきたのに。全然倒せんわ。やっと終わりました。オッケー。終わった。あー、疲れた。はい、じゃあ戻りましょう。欲しい。もらいに行きましょう。まあでもなんか、やだな。赤バームよりかは断然楽でした。さあさあさあ、じゃあ開始行きましょうよっと。まあまたね、謎解きのアイテムが入ってるんでしょう、おそらく。キリンのおもちゃ！え、ジャンセン覚えてないのまた。やばいってこの子。若干さ、ちょっと危険臭しない？いや、私わかんない、覚えてないって言ってる女子さ、これ援護するのまずいって。俺いいように利用されてますよ、これ。オッケーオッケー。危ない危ない。入りましょう、よと。はい、無事クリア。ダイヤの章、とりあえずストーリーの方はクリアいたしました。まあ、だいたい20分ぐらいかな。クリアするまで。第5章でどうなるかですね。だいぶ余白ないけどどうなるんだろう、エンディング。ちょっと気になるな。そこは普通に気になりますね。はい、ということで、さっきね、第4章って間違えて言っちゃったんですけど、まあ、厳密に言うの第3章ですね。第3章だから、シーズン3のアップデート中間で追加されたミッションを遅くなりながらも、はい、クリアいたしました。キリンちゃん手に入れたんで、まあ、謎解きもぼちぼちやろうかなと思ってますが、まあ、はい。ということで、MWZ はとりあえず、もう次で終了です。皆さん、少ない時間を楽しんでいきましょう。ということで、こういった様々なタルコフ系や脱出シューター、FPS の実況解説してます。気になったらチャンネル登録、そして Twitter の方よろしくお願いいたします。Twitter フォローしていただけると早めに情報を知れますし、Discord のサーバーに参加いただくと、タルコフ系の日本一ね、情報が集まるところを目指して、作ってますので、参加の方も概要欄からよろしくお願いいたします。そして、名刺ご加入いただくと動画の方を早めに見れます。それでは、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching! GG!